たくさんの人にもアドバイスをもらいたい、欲しいっていうことで、言われてるんですけども、できるだけ1時間の中でたくさんの情報を配信をしていきたいと思っています。はい、では次いきますね。平泳ぎについてです。指導している選手が泳ぐときに、足が沈み前に進まず上下に浮き沈みしているような感覚があるということを訴えているのですが、姿勢維持の陸上トレーニングをしていても改善しません。どのようにすれば良いでしょうかということです。まず上下で押してしまうと。はい、この場合は、ちょっと平泳ぎはね、いろんなことが考えられるんですが、進まないで上下動がするということは、手を前に伸ばしますね。そして足を引きつけるタイミングがちょっと早いんじゃないかなと思います。それは何かというと、手を伸ばしますね。で、大体こう上下動が起きる人は、この手を広げた時に足を曲げてしまうことが多いです。そして、広げた時に曲げる。で、またそこで体が上がった時にもっと膝が曲がりますから、そこで腰が下がってキックを蹴った時にお尻が上がるので上下動しやすいんですね。なので手を広げた時っていうのはまだ足はまっすぐの状態です。そして手をここかき始めた時に足がスーッと曲がってきて、でそこから前に行く時にキックをドンとこう蹴ってあげると、この広げる時にちゃんと体前に行ってますから、上下動ではなくて体が少し前に行きながら手を広げていくので斜めに上がっていきます。なのでいきなり上がってしまうというのは、だいたい足が早く曲がりすぎてますので、そこの手と足のタイミング、最初は足を曲げるんじゃなくて、まず手を広げることから、そして足を曲げて蹴るという、このタイミングぜひ確認してもらえたらと思います。皆さん、 YouTube チャンネルのご登録はお済みでしょうか。森高ゆる塾は水曜日金曜日に定期動画を配信しております。またライブ配信などを配信するとき、いち早く情報っていうのが YouTube チャンネルを登録することによって知ることができますので、ぜひご登録をよろしくお願いいたします。